エバードリームラジオトーク。こんにちは、エバードリームのひとみです。こんにちは、エバードリームのみさとです。この番組ではエバードリームのメンバーである私たち2人が楽曲や活動などエバードリームに関するエピソードをとことんトークし尽くしちゃおうという番組です。はい、エバードリームのことだけではなく私たちのプライベートや普段日常で起こったあんな出来事やこんな出来事など様々なことを話していくのでお楽しみに。はい、今回はですね、第2弾として発表された楽曲エバードリームと同時に公開された私たちエバードリームの2人のイラストとリリックムービーについてトークしていきたいと思います。はい、まずは曲についてね話していけたらなって思うんですけど、どうですかこの曲の印象というか。まず、私たちエバードリームなんですけど、ね、そうなんですよ。エバードリームのエバードリームなわけじゃん。そう、そういうこと。すごいよね。不思議だよね、あんま聞かないよね。なんか、すごいきっと特別な楽曲なのかななんて思っていて、ね、なんだろう、もう好きなところはいっぱいあるんですけど、私最初とかすごい好き、最初なんか私が静かに入って、その後曲がバーって盛り上がるとともにひとみちゃんの声が入ってくるみたいな、確かに構成とかすごく好き。わかる、やっぱどこの歌詞も魅力的なんですけど、エバードリームはやっぱサビがやっぱすごい特徴的なのかな。ここのサビの歌詞がたくさん出てくるから。そうだね、なんかハテナでなんかね、通ってる感じって言ったらいいの、そうだね、すごく特徴的だし、なんか自分でも考えさせられるなって思う歌詞だよね。確かにそう、でもさ、やっぱさ、こうエバードリーム味があるよね。わかる。すごい翼とかさ、なんか空光とか、なんかすごいエバードリームにぴったりな、そうだね、なんか言葉がたくさん入ってる気がします。本当に暗い闇の中に一筋の光的な、そんな雰囲気を感じるし、もうなんか歌詞からも曲調からも、うわ絶対空見上げてるじゃんみたいな。確かにそうなんだよね。ね、すごい感じる。だってこちらのね、リリックムービーイラストはまずメメンチさんに、そしてクリエイターは吉田なすびさんに制作していただいたんですけれども、そちらのイラストも、ね、見上げてたね。見上げてたし、星も降ってた気が、なんかピョーみたいな、確かにキラキラな星が。いや、前回の曲もすごい可愛いイラストだったんですけど、今回も今回でこう星とさ、こうなんか瞳の中まで、ね、すごいこう青い感じ、キラキラ、キラキラでめちゃくちゃ素敵だなって思った。そうで、なんか透明感あふれるイラストとムービーとで、ね、なんか美里の方はさ、まっすぐ向いてる感じ、で私の方はなんかちょっと上を向いてる、横顔っぽい感じの、なんか違いもすごい素敵だなっていう風に思って、ね、この動画も合わせてたくさんたくさん聞いてほしいなって思うし。いや、確かに。え、これでもさ、収録しててさ、どうだった？難しかったとことかさ、楽しかったとことか、難しかった気がする。ね、わかるよ。難しかったよね。難しかった、なんだろう、こう結構本当に歌詞がダイレクトに、なんか刺さってくるよう な、なんか曲調だなって私は個人的に思ってて、だからこうよりさ大切にどうやったらなんか伝わるかなみたいな風に考えて歌うのも楽しくもあり、ちょっと難しくもあり、ってところだったかなと、工夫したとこでもあるしね、そこが確かに、これでもすごく高くて、でも高いっていうところがすごく魅力的な楽曲じゃない？その透明感とかってきっとそういう部分につながってくるんだろうし、だから私こうひとみちゃんの声質がものすごく活かしていける楽曲だなって、本当ですか？ありがとうございます。あ、とんでもないです。なんかこれライブ、まだやったことないけど、ライブでやったらどんな風になるんだろう、また違った曲になるのかなってすごい楽しみに。なんかさ、こうエーバードリームってさ、こう言うじゃん、こうサビ終わりに、あそことかなんかみんなでできたらいいよね、なんかいいよね、何かができたら絶対盛り上がるしって思って。確かになんかラララの部分とかもさ、なんかこうちょっとみんなでこう盛り上がれるのかなとか、なんかすごい団結できそうな感じが、一体感が生まれたら嬉しいし、私的には
なんかあの落ちサビが今回私が歌うパートで、うんうん、それがなんか個人的にちょっとかっこよく歌えたらいいな今後もってすごい思ってる、ね、ライブ楽しみだ ね、それ考えると、いやちょっとみんなの前で歌うのもすごく楽しみだし、なんかきっとなんかこの自分にも問いかけてたりとか、うんうん、いろんなところに問いかけている、うん、こう歌だからなんかその、うん、歌い継いでいきたいというか、確かにね、また何年か経ったりしたら、うん、もしかしたら違った目線でさ感じられるのかもしれないから、うんうん、もう大切に、ね、なんかなんていうの、毎回さあライブとかもしやったとしたら、うん、その一瞬の曲になっていくと思うんだけど、うん、それをすごい楽しめる曲なのかなってすごく感じます。確かに、うん、歴史がこう重なれば重なるほど深みや解釈やらがいろいろと変わっていったりとか、ね、本当だね、大切にしていきたいよね、うん、だって名前の通りですから、そうでございますよ、エヴァードリームですから、我々の曲でありますからな、ね、私一番ラストさ、うん、私に任せてもらってるんだけどさ、うん、あの重なって私が歌うとこ、うんうんうん、あそこ歌うのめっちゃ楽しくて、あいいよね、難しさももちろんあったんだけど、うんうん、こう余韻をふーって残して、うんうんうん、あのどれくらい歌えるかとか、うん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 、こう考えながらやるのめちゃくちゃ楽しかったからさ、なんかライブでも同じような雰囲気で、まあそのライブに合った雰囲気の、ねラストが歌えたらなとか思って、確かに ね、みんなが感動してくれたらなとか思って、ね、そうだよ ね、 ね、いやちょっと楽しみだし、なんか歌詞とかもね、うん、特にそのリリックのムービーの方はやっぱり歌詞がパッて出てくるから、うんうん、よりそこも楽しんでいただけるのかななんていう風に、そうだね、ダイレクトに結構、うん、あの歌詞が響いてきたりとかする動画だし、うん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 、なので、うん、なんか動画の方もぜひ見ていただけたらなっていう風に思います。結構何度も聴いてもらえたらいいなって思う曲かもしれない、ね、そうだね、まあ、どの曲もそうなんですけど、まあ、それはそうでございますよりね、なんか、うん、いろんな目線で楽しめるような曲なのかなって、あとなんか個人的にちょっと歌いたくなる曲だなってすごく思って、あ、そうなんだ、思って、うんうん、なんかみんなもうなんか口ずさんで欲しいなみたいな、うんうん、本当だね、街中でスキップしながら歌ってるしてほしくラララララスキップしながら、そんな曲だったっけ、違うかでも本当それぐらい、うん、なんかみんなにもなんかの日常にもなんか溶け込んでいったらなんか嬉しいななんていう風に個人的には思っておりますので、私も同じ気持ちです一緒です、一緒ですいやなのでね、ぜひともたくさんたくさん聞いていただけたらななんていう風に思っております、うん、はいはい、ということでですね、まあいろいろ話したいことあるんですけれども、うん、とりあえず曲を聴いていただいて楽しんでいただければなと思います、うん、なので今回もそろそろ終わりのお時間です。また次回も聴いてくださいね。そして六道の女たちのオープニングテーマエンドレスラビリンスのデジタルシングルが配信されています。概要欄から各配信サービスへのリンクがありますので、ぜひぜひ聴いてくださいね。チャンネル登録といいねもぜひぜひお願いします。以上、エヴァードリームの瞳と美里がお届けしました。バイバーイ。